吉谷さんこんにちは。億万長者合宿を動画をご覧の皆様もこんにちは。いや確かにね、今回ねマーケットを作るっていうテーマで吉谷さんお話ししてくださったんですけど、もう本当その通りでございます。このやり取りっていうのは多分ね、今回ね最近の中ではものすごくいいキャッチボールになったんではないかなと思うんですよ。もう上位ランキングに入れてもいいぐらいの、その自分でマーケットを作り出すっていう例ですよね。確かに吉谷さんはブログで飯を食ってるわけではないですし、申し訳ないですけど私吉谷さんのブログね全然読んだことないんですよ。なのにやっぱりブログ、吉谷さんにブログを教わりたいって方もいらっしゃるのは、これはね私もうなずけるところでございます。だってね、私もブログは書いてるんですよ。いや書いていたんですよ。今は全然書いてないですけどね。ただ Facebook の記事はむちゃくちゃ書いてるんですよ。で Facebook の記事が全然書けない人に対して私はコーチをすることもあるんですよね。そして FX です。 FX は私もうね本当に今プロフェッショナルになりました。おかげさまで FX でできるようになりました。で FX を個人的に教えてくださいって方は今までね何名もいらっしゃってるんですよ。で FX の指導をオフラインでやってるんですよね。というのが私はねその FX とかの指導のそこまでの技量がねあるのかなと思ってたんですよ、ずっと。まあ今ではあるかなと思ってるんですよね。まあですんでこれからどんどんね FX のコーチもしていこうかなと思うんですよね。でこれはねしっかり時間使いたいんで、それからやっぱりねインターネット越しじゃ難しいんで、オフラインでやっていきたいなと思うんですよね。で FX の勝ち方とかね、 FX のすごいのは不況でも相場は動いてるんですよ。全然商品が動いてなくても金融は動いてるんですよ。もうはっきり言ってね、実体経済がゼロでも金融経済は動いてるんですよ。バーチャルなんですよね。だから金融ってのは実際にここに10万円あります。でも FX の取引はここから増幅されて100万とか1000万になるんですよ。すごいですよね。だから実体経済の数倍とか数十倍に膨らんだものでやり取りしてるのがこういうふうな、ね、金融市場なんですよね。だからそう考えると金融っていうマーケットっていうのは本当にイリュージョンなんですよ、ね、イリュージョンっていうセミナーどっかで誰かやってましたけども、本当にイリュージョンのところで現金のやり取りがなされているってことです。ちょっと前にね暗号通貨ってものがありましたけども、あれね暗号通貨の市場ってね90兆円ぐらいあったんですよね。で今は30兆円ぐらいになりましたけども、じゃあこの60兆円ってのはどこに消えたのって話なんですよ。これはですね90兆円まで実体経済にないものが期待感でどん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 広告とかニュースで盛り上がっていったんですよ。で盛り上がっていったものを90億円からその60億円分をスパッとね抜いて、金融資本家たちはそれを分配して終わったって形なんですよね。だからもうやらせではあるんですよ。例えばこういうことです。暗号通貨とか暗号資産っていうのはなんですか、インサイダーとかもないですし、風説のルフみたいなものも問われないんですよ。ってことはどういうことかっていうと、一般の大手メディアがですね、この暗号通貨ビットコインっていうのがこうなりますよっていうふうにニュースを上げて、多くの人の期待感を盛り上げて、そこで、普通の人がね、一般の方が投資家に切り替わっていく。で、お金を資金をね、10万とか100万とか入れていくと。それを淡々と狙ってるんですよ。そして、ある一定の時期が過ぎたら、もう一回過去のニュースを流します。これからビットコイン熱いですよっていうふうに、半年前の記事をあたかも今あったようにボーンとリリースするんですよ。一般の大手メディアが。そうすると多くの人はまた勘違いして、あれ盛り上がってるのかなっていうふうに見るんですけども、冷静に見たらこの記事っていうのは半年前の焼き直しじゃないかっていうふうに気づく人は冷静になれるんですよね。でも多くの方はあれまた同じニュースが、ビットコインがすごいんだってみたいなニュースを繰り返し繰り返し聞いちゃうと、あこれからは大手メディアも言ってるし、その大手メディアにぶら下がってるインフルエンサーとか YouTuber とかも暗号通貨ってやってるんで、これすごい時代が来るんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。いや一部私自身もその暗号通貨のですかね、マーケットっていうのが500兆円ぐらいになるんじゃないかなと本当に信じたんですよ。それ大手メディアも流してるし、自分が取る裏付けもそうなってるから、私の考えは浅はかだったんですね。そこで言ったらで実際は90兆円から伸びることなくて、そこが臨界点で、そこから60兆円っていうのがスパッと金融資本家に抜かれてですね、で60兆円分ドーンと値下がりして、今30兆円ぐらいで落ち着いてるかなと。ビットコインも110万円ぐらいつけてますけども、一時期みたいに250万円とかになることってのはもうないんだろうなと思うんですよ。それこそ実体経済にビットコインっていうのが追いついていけば別ですけども、これはまだまだ先が長いかなというところなんですよね。いろいろと申し上げましたけども、そのマーケットをどうやって作るかっていうことなんですよね。まとめて言いますと、これがありますよっていうふうに言い続けることによってマーケットはできます。吉谷さんはブログをやってますって言い続けることによってマーケットができると。で YouTube をこれだけやってますって言い続けることによってマーケットができると。
だからね、私は何かをやってますっていうふうに言い続けることっていうのは非常に大事なんですよ。ペンキ屋をやってますっていうとかね、車屋さんをやってますとか言い続けることによって、そこにマーケットが生まれて、そこにまあ集客っていう概念が発生するんですよね。だから自分の得意分野があっても、自分のせっかくのね失敗談があっても、黙っていては誰も気づいてくれなくって、結局は何も生まれないってことになりますんで、この YouTube でね発信することの意味っていうのがだいぶ捉えられてきてるんではないかなと思います。まあ今で言うとですね、この億万長者合宿っていうシリーズももうだいぶ何百話何千話と続いてますんで、億万長者合宿でサジスト出るんじゃないかなと思いますけども、出ないですかね。で、億万長者合宿の中にもいろんなキーワードを試していってますんで、その全カテゴリー SEO ですよね。全カテゴリー、薄く全カテゴリーに SEO をかけてるのが、私たちのね、億万長者合宿のやり取りですけども、今回もそのマーケットの作り方ですか、これについての考え方っていうのは非常にね、皆さんにも役に立っていただけるんではないかなと思います。それでですね、世の中の人っていうのはどんなことでもリーダーを待ってるんですよ。リーダーを、自分には何かこう欲望がある、何かをやりたいと思ってる、でもな、自分がやり出しっぺ、言い出しっぺっていうのはなかなか難しいなっていう時に、誰かがポンとねやり出したらついていきますっていう人はいるんですよ。だからね、こう思ってるはずです。ああ、こういうこと久保さんが言ってくれたらな、吉田さんがやってくれたらな、だったらついていくのになって思ってるんですよ。ですからこれを私とかね、吉田さんとかその他の人が出てくることを期待するんじゃなくて、こうだったらいいのにっていうもののリーダーにあなた自身がなってみることで、ビジネスの第一歩が始まると思います。そこがね、全てのスタートです。ぜひね、自己アフィリエイトのやり方を、自己アフィリエイトの実績がなくても、自己アフィリエイト研究会っていうのを作って一緒に勉強していきましょうっていうふうに呼びかけるだけでも全然 OK です。それであなたの集客は始まるんですよ。そしてメルカリの転売講座でもいいんですよ。実は自分はメルカリの転売っていうのはまだね、そんなにやってないと、アカウント作ったばっかりでまだ1件2件出品しただけなんですっていう方でも、メルカリの転売講座勉強会とかね、なんかメルカリでどういうふうにやって第一歩を築くかみたいな、メルカリ初心者一緒に頑張りましょう、ワイワイチームみたいなんで、まず始めることなんですよ。そうなんですよ。ど素人すぎる人、前回の動画にもかかりますけども、ど素人すぎて自分が全然自信がないと、そういうのでもやっていくと自信がない人がついてきてくれるんですよ、ね、そういうふうな、なんていうか、力関係を使っていくことっていうのはすごく大事かなと思いますよね、うん、だから素人であることとかね、物知りでないことを使っていくってことなんですよ。もはやですね、ベテランだろうが素人だろうが発信することが大事なんですよ。発信することによってそこにあなたの道が生まれます。昔こういう言葉がありましたよね。私の前に道はないと、私の後に道がある。まさにその通り、インターネットの世界も同じだということなんですよ。それでは行ってらっしゃい。